見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。シリーズ18万部突破のベストセラー、精神科医トミーが教える1秒で元気が湧き出る言葉、渾身の感動作で自身初の自己啓発小説、精神科医トミーが教える心の荷物の手放し方、2022年1月11日発売の著者が、ボイシー、精神科医トミー今日の一言を音声配信。コロナ禍で不安やストレスを抱えがちな今、言葉のパワーで心の中に小さな希望を増やしてくれる。今日の一言は、これ、あなたの日常に欠けているもの花に、黒丸理想と現実の乖離が、寂しさ。今日の一言は、あなたの日常に欠けているもの花に、寂しい時ってありますよね。そんな時、どういう対処ができるかについてお伝えしましょう。寂しいというのは感情ですからは、なかなかコントロールできないと思われるかもしれません。でも、できることはあるんです。そもそも、なぜ寂しいと感じるかというと、それは自分にとって、本来の日常がない時に寂しいと感じるんですね。本来だったらこういう日常があった、本来だったらこういう日常を希望していたのに、現実にはそういう日常ではない、あるいは失われている。漠然とこういう風に感じたとき、人は寂しさを感じます。現実の日常が、自分の理想とは違っているときに寂しく感じるんと思うんです。だから、今の理想じゃない日常から、少しでも自分が満足できそうな日常に変えてみる工夫をすると、寂しさが和らぐと思います。大切な人との日常があって、仮にそれが失われたとしましょう。その人を失って寂しく思いますが、実際にはその人との日常は戻ってきません。日常が変わってしまったことに対して、寂しさが募るんですね。その大切な人との日常は失われてしまったとしても、新たな日常、つまりは気あいあいとできる別の日常を積極的に取り入れるようにする。自分の理想とする日常に置き換えることによって、過去の理想の日常は、記憶の中で懐かしむように消化できると思うんです。今の日常は自分の理想ではない、本当はこうしていたいのにそれが得られていないとなると、その時に以前の日常のことを思い出して寂しさが募ってきたりします。人それぞれにいろんな日常がありますが、現実の日常っていうのを楽しんでいれば、人は悲しい思いとか辛い思いも記憶として留める程度で、なんとかやりくりできるということなんですね。寂しさが募ってきたと思ったら、今の日常に欠けているものは何だろうと、一度立ち止まって考えてみる。そして、その欠けていることを探してみることです。今日の一言は、あなたの日常に欠けているものは何？でした。参考になったかしら？精神科医トミー。